皆さん。こんにちは。こんにちは。こんにちはだよ。筆箱と文房具紹介をします。これはいいティーちゃんキキララシナモンロール。シナモンロールだっけ。シナモンだよ。ではりっちゃんのから紹介してください。りっちゃんのは大好きなマイメロディです。かわいいよねこの模様ね。ユーフォキャッチャーでもよくマイメロディ春って感じ、春って感じの模様です。春ね、かわいい。中はちっちゃいかな。よし、この消しとくわ、邪魔よ。シンプルだね。シンプル。学校に行くときは多分ちっちゃすぎるから、遠足とかさ、校外授業とかに行くときがあるじゃん。その時に持ってってくださいね。ああ、見学の時にここに少量入れて。そう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 。第二の筆箱。で、次はせっちゃん。かわいいな。ね、キキね、せっちゃんもすごい春って感じの、春らしいキティちゃん。中の色は何色かな。赤でった。こういうピンクだね。こういうこピンク、ファッションピンクっていうのかなですね。かわいい。次はまあいいや。次はしょっちゃんのララとお花の模様で、これも春って感じだよね。綺麗なラベンダー、鳥の手がかわいい、ね、かわいい。で、中身は薄いピンク、桃色っていうのかな、桜色っていうのかな。あともう一個は、え、見せて。だから、あ、同じだ。シナモンロール。これがすごいブルーのすごい綺麗なの、なんか王冠かぶってて、なんか空中でなんだ、ね、かわいいよね。シナモンはね、これはスポンジは抜かずに中が見れる。見れるよ。と緑、エメラルドグリーン、ティファニーブルーって感じの色だね。エメラルドグリーン、エメラルドグリーン、ティファニーブルー、かわいいね。ちなみに、キティちゃんはセッちゃんのピン、リちゃんのはマイメロ、ショッちゃんのはテキララで、シナモンはこれは調査さん、そう、チャンネル登録者が、チャンネル登録者様が5000人になった時の筆箱とかいろいろ、まあ4項目、5項目ぐらいのプレゼント企画の中の一つです。そう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 、なので楽しみにしててください。あと、はい、文房具、せっちゃんが全部選んでくれたの。かわいいね。かわいいよね。言っていい？いいんやん。マデュー、ユニコーンとアリケとクマ、あとそう、この黒シリーズ最近かわいいよね。うん、せっちゃんちょっとママに見して、はい、ユニコーンだけ。うん、そうそう、ユニコーンがね、虹色と、私ユニコーンが大好きな、そうそうそう、これがね、まあ、いいわ。ライトが暗くなっちゃったね。ライトはもっと綺麗にすれば、お部屋のライトが切れそうなのかな、うん、ピンクが、これがアリス、うん、ブルーがクマさん、これも黄色もクマさんで、この2個が虹色見えるかな、こっちがすごく綺麗な虹色なんだけど、虹色のユニコーンです。あとは、あとは、うん、暗闇の中で紹介してる人たちみたいになってるけどね。青ペンとか色が、なんか黄が黒くなってる気がする。あとはこれは、あ、音符模様と、これはブルー、はい。であとは、あとはね、うん、キラキラ、あ、いろいろあるんだね。このジンベエザメさんと、これはあれだね、最近三姉妹の好きな、みんながね、オルチャン系って言ってた、韓国の
うん、韓国で流行ってるのかな、オルチャン系なんだって。筆箱とかもいろいろあったよね、メモ帳と。お友達のホワイトデーに買ったやつと、何これは、もちもちパンダ、もちもちパンダ買いました。買いました。今回はそのなんだっけ、まあお出かけするときとか学校の校外授業とかに持っていく用のちっちゃな筆箱を買いました。今度はまた雑貨屋さんとかに行って、しょちょーん、新学期用の筆箱とかを買ったりしようね。せっちゃんはただね、今ね多分ね 2,30 本鉛筆が溜まってるんだよね鉛筆がいっぱいになってるから、まあそういうのも見ながら買いに行きましょう。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、グッドボタンもよろしくね。バイバイ。シナモン筆箱見して。これはプレゼント企画に出すので、皆さん楽しみにしていてください。ね、この色もすごく綺麗なので楽しみにしてね。バイバーイ。ごめんなさい。